担い手の減少や高齢化が進む農業を最新技術で支えます。調布市で AI やドローンの技術を駆使した新たな農園の実証実験の成果が発表されました。ビニールハウス内を飛び回るドローン。こちらは東京都と IT 大手の NTT 東日本が実証実験に取り組む調布市の農園です。農業の未経験者でも効率的に栽培を行うための共同研究がおととしから進められていて、今日はその成果が発表されました。こちらの農園ではこのようなロボットやドローンを使って遠隔で苗の様子を確認することができるというんです。最新の AI 技術とより早く遅れの少ない通信ができるローカル 5G の技術を活用し、自動運転で飛行するドローンが高画質で作物の育ち具合を伝えてくれます。これにより実際に農園に行かなくても苗の異常などを見つけられるようになり、農家の負担を大幅に減らせるということです。そしてさらに、葉脈の間の色が抜けているというものに関しては、おそらくなんですけれども、マグネシウム結合になると思います。カメラやセンサーなどが搭載されたスマートグラスを通して、農家と指導者が映像でつながり、遠隔でアドバイスが受けられます。農園まで指導者が行く必要がなくなるため、より多くの農家の指導に当たることができ、担い手の育成にも期待が寄せられます。まあ、農業の担い手を支援する、まあ、そこに必要なですね、技術をお持ちの、まあ、普及員、農業の指導員、どう、活躍していただけるか、というのが非常に大きい肝になってくると思います。またあと技術伝承ですよね、まあ、そういったものにも直結するのがこの取り組みだということで、ぜひ、ご理解いただければ。